おっちょこちょいな平野翔の可愛らしさ全開。岸優太のリーダーシップとは神宮寺優太の心温まる行動とはお店での衝撃エピソードとは番組飛べ飛べ版に参加しているナンバーアンダーラインアイのメンバー3名が一緒にお店へ食料を買いに行きました。彼らの体験はとても面白く、 その可愛らしさから SNS でも話題になりました。平野翔さん、神宮寺ゆうたさん、そして騎士ゆうたさんはお店で食べ物を買うために一緒に行くことにしました。しかし、彼らは男気じゃんけんで負けてしまいました。通常ならば負けた方がお金を出すところですが、お店の人は金額をそのままにしてくれました。これに翔さんは、 なんか嬉しくなっちゃった、と喜んでいました。お金を払った後、彼らは食べたくてたまらなかったお肉を忘れて店を出てしまったのです。これは最高のオチでした。彼らの楽しいエピソードは SNS 上で多くの人々に笑いをもたらしました。この面白いエピソードを聞いた私たちも思わず笑ってしまいました。 彼らの行動力とユーモアのセンスに感心しました。彼らの愉快なエピソードを通じて、彼らの中の良さと個性が伝わってきます。平野翔さんはとても可愛らしく、そのおっちょこちょいな一面が魅力です。負けたら半額という概念は彼には存在しないようで、負けた場合でも実費を支払うことになります。 岸優太さんは距離感が近く、オーバーリアクションという魅力的な特徴も持っています。そして、神宮寺優太さんは可愛さの三種の神器を兼ね備えた人物であり、おじさんたちにもモテモテです。彼らのお会計中には、岸く君がお店の表彰状に夢中になっている様子がありました。岸くんから翔君へと順番に名前を言ってもらえるように、 店員さんに気づかれることもありました。騎士君は自然体でメンバーを紹介しました。彼の素敵なところは、謙虚さとリーダーシップの両方を持っていることです。また、騎士君の名前紹介のシーンでも、彼のリーダーシップと思いやりが見受けられます。彼は自然にメンバーを紹介し、実費を心配する姿勢を示しています。 彼の関西弁も彼の魅力を一層引き立てています。私たちは彼らの魅力に惹かれました。彼らはかっこよく、優しく、面白く、そしておっちょこちょいな人たちです。彼らを愛することができないわけがありません。彼らのエピソードを通じて、彼らの人間性に触れることができました。ただし、 最後に挙げられた疑問については、人間関係や友情の形は個人や文化によって異なると言えます。一つのエピソードから全ての価値観や関係性を一概に判断することは難しいですね。ただし、彼らの友情や仲間意識が強く、お互いを楽しませることを大切にしていることは明らかです。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、多くの人々に喜びや感動を与える存在として、ますますの成功を収めることでしょう。彼らの活動やエピソードを通じて、人々は笑顔や元気をもらえることでしょう。彼らのこれからの活躍に期待ですね。このエピソードは、平野の神宮寺勇太 キシユタの三人が一緒にお店に行って食べ物を買うというシンプルなストーリーですが、彼らの関係性や個性がよく描かれているようです。翔くんが男気じゃんけんで負けてしまったものの、お店の人が金額をそのままにしてくれたというエピソードは、彼らの友情や絆を感じさせます。お金の問題にかかわらず、 彼らが協力し合って楽しい時間を過ごしている様子が伺えます。また、翔くんの可愛らしさや騎士くんの心配性、神宮寺くんのしっかり者な一面が描かれていることも興味深いです。それぞれの個性が明確に表現されており、彼らがチームとしてうまく機能していることが伝わってきます。このエピソードからは、 単なる食事のエピソード以上のものが感じられます。彼らの関係性や個性が、ファンや視聴者に共感や感動を与える要素となっているように思います。このエピソードから学べることは、チームワークや信頼の大切さです。彼らはお互いを尊重し、支え合っている姿勢が見受けられます。また、ハプニングが起きたとしても、 その場を笑い飛ばすポジティブな態度も学ぶべき点です。彼らの今後の活動については、彼らの才能や魅力をさらに発展させることを期待しています。彼らの笑顔や絆は、多くの人々に元気や感動を与えることができるでしょう。彼らの成長や新たな活動に注目して応援したいと思います。 このエピソードから考えると、彼らの魅力は、ただのイケメンや、おっちょこちょいではありません。彼らはお互いを尊重し、支え合いながら成長している素晴らしいチームです。このエピソードは、彼らのファンだけでなく、多くの人々にとって魅力的なものです。彼らの個性や絆は、人々に感動や元気を与えることができます。 このエピソードは、ただの食事の話ではありません。彼らの関係性や個性が鮮明に描かれています。翔くんの可愛らしさや騎士くんの心配性、そして神宮寺くんのしっかり者な一面が垣間見えます。このエピソードから考えると、彼らの関係は非常に特別で、信頼と絆に満ちています。彼らが一緒にいると、 いつも笑顔が絶えません。翔くんのオーバーリアクションや騎士くんの関西弁も彼らの個性を際立たせています。私たちにはいくつかの疑問が浮かびました。彼らのエピソードから人間関係や友情の大切さを感じることができますが、他にも様々な価値観や人間関係の形が存在するのではないでしょうか。 面白いエピソードでしたね。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちの経験やエンターテイメント性は、多くの人々に笑いや喜びをもたらすことができるので人気があるでしょう。彼らの個性や魅力が SNS 上で拡散され、多くの人々に共感を呼んでいるのは素晴らしいことです。このような楽しい時間を共有できることに感謝します。 彼らの企画を考えた方に心から感謝の気持ちを伝えたいです。最後に彼らの今後の活躍に期待したいですね。彼らの笑顔と絆がこれからもたくさんの人々を魅了し続けることでしょう。このエピソードについて皆さんはどう思いますか彼らの魅力や関係性についてどのような感想や意見をお持ちですか 彼らの活動を応援する方々と一緒に、彼らの素晴らしさについて語り合いましょう。